じゃりんじゃりん稼ぐぜ! この金で。 ガンガン稼ぐぜ!
いらっしゃいませ。いや。あれ？お客さん初めて？ああ。お好きな席にどうぞ。いや、俺は待ち合わせで。緊張してんじゃねえよ。錦。よ。なんでお前がここに？行きつけの店の1軒や2軒、俺にだってあるさ。この店は今俺の一番のお気に。な、レナ。あら、錦山君のお知り合い？あ、もしかして桐生さん？ああ、そうだか。うわ、やっと会えた。一度お会いしてみたかったのよ。錦山君、酔うとあなたの話しかしないからね。おい、余計なこと言うな。まあいい、とりあえずここ座れよ、桐生。それにしても奇遇だな。ああ、お前はよく来るのか。まあな、組の兄貴たちもまだこの店は知らねえ。落ち着いて飲めるんだな。そのうちおめえも誘おうと思ってた。ならちょうど手間が省けたな。そういや、おめえさっき待ち合わせって言ってたか。相手は立花不動産の小田だ。先に来てるはずなんだが。小田さんならまだ来てないわよ。さあどうぞ、最初の一杯は私のおごり。もともと小田におごられる予定だ。なんだ、あまり乗客じゃないみたいね。なに、俺たちはこれからの人間だからよ。今度はユミちゃんにも会ってみたいな。歓迎するわよ。あいつはまだ学生だよ。でもなんだったらここでバイトさせてやってくれ。おい、ユミにこの町でホステスさせんのか。人気出ると思わねえか。あいつはひまわりの頃から親父にモテる。じゃあ期待の新人ね。そうかもな。なんだか桐生さん、ユミちゃんのお父さんみたい。そこはせめて兄貴みたいって言ってやれよ。失言ね。それにしても立花不動産の小田って言ったか。ちょっと遅いんじゃねえのか。どうする、もう一杯飲むか。いや待つよ。先輩をほっといて俺だけ出来上がっちまうわけにもいかないからな。ふん、なんだよ、おめえも少しはサラリーマンっぽくなってきたじゃねえか。これくらいで何言ってんだ。ただのマナー、常識だろ。その常識がねえのがおめえだったろうが。言ってろ。ねえ、それならカラオケでもどう？え？いいね、歌う歌う。バカ、それじゃ酒飲んでんのと変わんねえだろう。つうかカラオケならこの前も。じゃあお前は聞いてるだけでいい。俺が勝手に歌うから、それならいいだろう。仕事上がりの時くらい固いこと一個なしよ。歌ってる間に小田さんもきっと来るわ。しょうがねえな。よし、そうと決まれば善は急げだ。ミュージックスタート。
どうよ。錦山君すごいプロみたいだったわ。だろだろ。おめえもなんだかんだ言ってノリノリだったじゃねえか。しょうがねえから乗ってやっただけだ。たく素直じゃねえな。本当はおめえも歌いたいんじゃねえのか。そんなわけないだろ。たく。それにしても小田ってやつ本当に遅いな。おめえの話を聞く限りそんなルーズなやつとも思えねえけどな。本当ね。事故にでもあったんじゃないかしら。いらっしゃい。よう、元気そうだな。アワナの兄貴。なんでここに。座ってろ、錦山。こいつらに見覚えあんだろ、キリュウ。その説はお世話になりました、キリュウさん。お前ら、戦友やの。お前らが織田をやったのか。その前にお前がうちのしのぎ邪魔したんだろ。立花不動産で言え、こそこそ登場会に立てついてる連中で、組抜けて早々お前もギリってものが分かってねえ。親父、ここは俺が。こいつ知ってるか。うちの岡部ってもんだ。例の戦友屋のしのぎはこいつの仕切りでな。かわいそうにおめえのせいでけじめつけちまった。おめえ今度は何やらかした。下っ端が口を挟むんじゃねえぞ。うれっ、うん、錦。いいね。俺がこちらの片木さんと話してんだろうが。錦山よ、ガキがシャシャレ出てくんね。錦山は関係ねえ。こいつとはたまたま居合わせただけです。慌てなくても次はてめえだ。ねえ親父、
もうこいつやっちまっていいすか。こいつの面見てるだけで俺らはもう。おう、課題の皆さんに迷惑かけねえようにな。店の外でやれ。ほら、ここで錦山と飲んでる。美人のママも一緒にな。ああ、来いや、キリュウ。すぐに戻る。おい、そんじゃこっちはこっちで楽しくやろうや。ねえ錦山。俺はよ、お前が正気とは思えねえんだ。組み抜けたその足で古巣にしょんべん引っ掛けやがって。おかげでうちは1000万からのしのぎがパーだ。死に急ぐのは勝手だがよ、もっと周りに迷惑かけねえようにしねえとな。何つったってんだ。土下座しろや、土下座。てめえ立場分かってんのか、バイラ。なんか勘違いしてるらしいな。ん？あんたらに詫び入れる気はねえよ。おとなしく殴られてやる理由もねえ。やる気なのか。そうかよ。面白いな、お前。おれ、やってみろ。早くやれや。その代わり、ここが最後の一戦だ。すぐそこに阿波野の親父がわざわざ出張ってきてる。そいつを承知でやるってんなら、その度胸だけは褒めてやるよ。俺の仲間が血流してる。錦山と、それに立花不動産のお前の連れか。あいつはほんの少し可愛がっただけで、すぐてめえの居所吐いたよ。てめえ！何が最後の一戦だ。てめえらとっくにそれ超えてんだ。Yeah!
キリュウ、てめえ。やるもんだ。クゼの兄貴も手焼くわけだな。組抜けてからの方がよっぽどヤクザじゃねえか。面白いもんだな。次はあんたか。やってみろよ。くっ。キリュウよ、おめえ、なんで立花不動産にいる？何？わかってるぜ。風間の頭に指示されてんだろ。俺がわざわざこんな山で出張ってきたな。おめえが立花不動産と絡んでろって聞いたからだ。頭の息がかかったおめえやな。俺はよ、風間の頭が立花不動産を使って殻の一つを追ってると踏んでるんだけどな。どうだ、俺の言ってること間違ってるか？どう思うが、あんたの勝手だ。もうね、ごまかすのが下手だな。でも俺、おめえのそういうとこ気に入ってんだよ。ああ、立花不動産、もう殻の一粒の持ち主を見つけたのか？そうか、まだか。これでも手がかりくらいは掴んだはずだ。俺は何も言ってねえぞ。ねえ、いい。おめえの目を見りゃ、何だかんだ。おめえは分かりやすくて本当いいや。なあキリュウよ、俺に立花不動産の社長と合わせろ。やつはうまいこと隠れ回ってるようでな。会うにはおめえに仲立ちしてもらうのが手っ取るばい。俺はもう堂島組を抜けてる。あんたに指図される義理はね。やってくれりゃ戦友屋の剣は水に流してやる。おめえ風間が殻の一つに手出そうとしたこともな。それともこのまま的にかけられていいか。堂島組傘下の全組織からだ。無所に逃げ込んだとしても無駄だぜ。死ぬまで追い込む。それも楽に死ねると思うな。やってみろ。頭使って聞いてるか。これはおめえだけの話じゃねえ。その次へおめえの兄弟も始末する。錦山のことだ。このままじゃあいつはおめえのとばっちりだ。助けてやれ。あんた立花に会ってどうする気だ。殻の一つの情報を洗いざらい吐き出させるだけだ。その後部外者にはご退場願う。つまり殺すってことか。朝まで考える時間あるな。立花を渡すか、おめえが死ぬか、どっちか選んで今夜中に連絡しろや。返事がねえときは狩りを始める。獲物は当然お前の首で。
ママ、もういいよ。迷惑かけた。織田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そりゃこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前、これからどうする気だ？さっきの青野ってやつに、うちの社長を渡せって言われたんだろう。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか？あんた黙ってろ！なんだと？断りや立花の代わりに桐生がまとめされる。組織ぐるみで追われる。いくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか？てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが！よせ、相手は怪我人だ、錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上なんだ。思っているそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか？バカ言ってんじゃねえ！まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の殻の一つをかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが殻の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、織田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい、うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでもう俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ！悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それより、これからどうするの？
おい待て、キリュウ、おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。金欲しさでした。許してください。後悔するなよ。
立花。なんでここに。警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ。つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに。ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一つもの所有者を見つけました。え？訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが押さえ、殻の一つを手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん、
や。ん？お前らどけ！お前らどけ！お前らどけ！
出せや。なんだ。